八つ尾が海の魅力を伝えるよ。ありがとう。恒例のマタニティ&ファミリーフェスタ博多っ子、今年も元気に開催。海と日本プロジェクト in 福岡は、海の豊かさや環境のことを親子で学ぶ体験コーナーを出展しました。普段は福津市の福間海岸というところを中心に、日本一ハードルの低いビーチクリーンというのが名前で、日時とかを決めてビーチクリーンを集まってするのではなくて、いつでも気が向いた時にちょっとだけでもビーチクリーンしていきませんかっていうのを提案して、砂浜でお声をかけたりとか、あとそのゴミを拾ってくれた方に、その海で拾ったマイクロプラスチックで作ったキーホルダーをお渡ししたりとか、あとは飲食店さんの方にこちらを置いていただいて、ゴミ拾った方が持ってきてもらったら交換できるような形で、気軽にビーチクリーンをできるような活動をしています。目の前に海や砂浜がない場所でも、パネルなどを使い海ゴミ問題について親子で考えるきっかけ作りを提案しました。今はそのゴミを拾ってもらった時に交換をしてるんですけど、今日は家の前でもどこでもいいのでゴミを拾いますという宣言をしてもらったら、こちらをプレゼントできますよという企業ですね。子どもたちがこれを持ってくれることで、いつまでもそのゴミのことを覚えていてくれたり、そのゴミを拾いますということを覚えていてくれて、後から親御さんから子どもが学校帰りにゴミを拾ってきたとか、あとゴミ拾いに海に行こうっていうふうに言うんだっていう話を聞いたので、子どもたちはすごく純粋な心で自分で感じて行動してくれるんだなと思って、今日は参加させていただきました。ゴミ拾ってくれはい、ありがとうございます。キラキラから選んでください。それがいいでよ。マイクロプラスチックゴミですが入ってます。すごい、ありがとうございます。ありがとう、拾います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、誰がいいかな、指さしてくれた、これ OK。 海にも遊びに来てね。もともとは貝拾いから始まったんですね。福間海岸、桜貝がたくさん落ちてるので、それを拾い始めたら、一緒に落ちてるこのプラスチックがすごく気になり始めて、で拾い始めたんですけど、まず落ちてることを知らない、海に来てもなかったらわからないので、あまりハードル高く考えずにちょっと拾ってみていただけたらなと思ってます。なので海に遊びに来てほしいですね。海の生き物を描こうのコーナーでは、たくさんの子どもたちが海の生き物に思いを馳せながらお絵描きを体験。描いたイラストが明太子ギフトパッケージデザインに採用されるという貴重な機会。真剣な表情で挑戦していましたよ。魚がいっぱい食べたいから海を汚したくないです。海と日本。